はい、こんにちは。今日は簡単ご説明3問なんですけども、昔私が将棋道場を通ってた頃に実戦で捨て駒が一手でもあるご手詰めをスイッと詰ませば、それはもう立派な講談社だと言ってましたけども、まあこれ実戦だったら とりあえずちょっと竜でまあ逃げられて、こうこんな感じになって、うちくしょっつってこうだっつってで逃げられてドラッつって、まあこんな風に追っかけちゃいそうな展開になりそうなんですけども、まあこれ詰め将棋だと分かっていれば、まあ詰ませるのはそんな難しくない話かなという感じなんですけども、まあですからこれが実戦で詰ませたらもう非常に気持ちがいい感じの詰め将棋です。でまあ今この角取られちゃいそうだというから、まあ今最初竜が入ってみたんですけど、こうなった時にここに逃げられちゃうということを思い起こせば、まあこっちから入っちゃうとこれこの角取られて続きがなくなっちゃうんですよね。なんですがここに逃げられないようにこの2枚で詰められるんでっていうことで、これが打てればもう今度こっち取られるのはもう4一に竜でも角でも詰んじゃう。これでこういってこうで詰んじゃうし、まあ角で行っても詰みますよね。角で行ってもこうでこうで相利かずなんで、なんで1四角は同歩と取るしかないと。で今度こそ4二竜2三玉2二竜までの5手詰めとなります。じゃあ次の問題も、はい、2問目なんですけども、これも実戦だったらもうとりあえずと金で金が取れれば大満足というような手指しちゃいますよね。これはまあ同玉の一手で、で飛車で行くとこうなられちゃうから、まあ馬で行ってこれで4一に押してくれれば金取ったんで飛車がなれば、まあ詰みますよね。ですけど、こう逃げられちゃうと、これ金打ったんじゃ足んなくなっちゃうし、この桂馬がいなければこんな手もありますよね。玉を上げ台に落として。逃げる手は、まあ飛車がいけるんで、同玉で。で、飛車がなって金が残ってるから、まあ詰むんでしょうけども、桂馬がいるんでダメですよね。なんで、まあ実戦ならまあ、このと金で金取って喜んでる方ですけども、じゃあ、詰みますって言われたら、やっぱ詰まさなくちゃと。で、まあ、こういうのも大概ダメですよね。まあ、これはもう風合いぐらいでダメですか。ダメですね。で、まあ、ここで、この手はいずれ指すけど、この2二の地点を、金で埋めつつ、この守りの金を反らせば、今、角が効いてるんで取れないから、同金の一手で、そこで、こうなると、相利かずということで、まあ、逃げて、と金で積み上がりということになります。じゃあ、3問目も。はい、3問目ですけども、これも実戦で詰ますのは私自身ですね。実戦だったらもう、頭金打って、下がって、これで、首差し出して、自分の玉詰ましてくださいというような展開になっちゃうでしょうね。で、これはでも、積みますと言われたら、まあ、詰ますのはそんなに難しくないかなと。この銀一体何してんのって言ったら、この2箇所への脱出を防いでると。となれば、まあ、腹金の筋が見えてくるんですけども、こうしちゃうと、まあ、ここに逃げられちゃうからとなれば、まあ、桂馬があるんで、桂で、これも逃げるのはもう金残してあるって、詰んじゃうんで、同歩の一手で、そこで、角なって、これももう逃げるのは金が残ってるんで大丈夫だから、同玉の一手に腹金で積み上がりとなります。じゃあ以上です。ご覧いただきありがとうございました。詰将棋シリーズは、こういった藤井聡太竜王が少年時代に頭の中だけで解いたと言われる伊藤寛寿の煙詰めや、圧倒驚く名手が登場する大道詰将棋や、まあ普通の探偵するもの、いろいろ取り揃えておりますので、再生リストからご覧になってみてください。ありがとうございました。